東国原さんの、経歴を簡単にご紹介をさせていただきます。宮崎県ご出身の65歳、宮崎県知事、そして衆議院議員もお勤めになられたということで、選挙出られたのは2007年、ね、そうですね、初選挙ですね。もう私もあの当時のことを覚えてますけど、あのテレビをつけたら東国原さんが出ない日はなかった。もうあの時期やっぱりマンゴーとかもめっちゃ PR されてて、そうですね、私マンゴーいただきました、それで美味しかったです。ありがとうございます。いやでも本当にすごい大旋風でしたよね、あの時もね。そうですね、玉砂がそうなったのか何なのか、まあ大本命をですね、破りましたからね。それもちょっとまあ大学で勉強したぐらいで、県知事選っていうのはまあどうなのかな、不可能じゃないかなと、もうふざけてんのかみたいなですね、あるいは売名行為かとかですね、炎上商法かとかいろいろ言われたんですが、あるいはテーマに当選させていただいて、それで県民の皆さん、あるいは国民の皆さんがあっと驚いた、あの空まんま東がこの中に、はい、不祥事が入ってないですよ。東さん、その入れちゃっていいんですか？いやいや、僕の、はい、参戦と輝くとは言わないですけど、これは消せない、デジタルタトゥーで。一応我々元々のところからちょっと抜いたんですよ。あ、そうですか。いや、そういう不祥事があったにもかかわらずみたいなことでよく言われました。批判票としてですね、それを超えて県民の皆さんがですね選んでいただいたので、あれもやっぱ衝撃だ、僕にとっても衝撃でしたけども、やっぱ県民の皆さんもやっぱ衝撃だったのかなと感じしますね。そうですよね。ちなみにやっぱり選挙出る時の周りの反応っていうのはどういう感じだったんですか？周りの反応っていうのは、例えば芸人の仲間の皆さんとか、あるいは家族の皆さんとかは、全員反対です。全員反対だったんですか？はい、もう師匠なんか絶対受からないと。でもあれですよね、それこそ早稲田に入学された時からもう志あったわけじゃないですか。そうですだからすごい長いこう決意ですよね。はい、1998年ですね、に不祥事を起こさせていただいて、それで禁止になったんですけど、そっからもう目指してますから。ああ、そうですか。だから約10年なんですよ、2007年まで。ああ、それは相当強い思いですよね。そうですね、勉強を始めて、問答行政職とか地方自治をやるんで、最初から地方自治だったんですから、だったらもう大学行って、今のリカレント教育ですよね、まさにリスキリングって言いますか、それで大学に入って、4年間文学部で政治哲学をやって、それで政治経済学部ですね。だからあの時はもう、もう頭の中は全部地方自治でした。いやすごいですね。だってなかなかそれだけちゃんと勉強されてその政治世界行く方も少ないですよね、実はね。タレントさんからはなかなかですね、勉強っていうか、タレントさんが政治を目指されるのは、あれ政治に転職されるのは、なんかボランティアをされてたとか、社会福祉やってましたよとか、なんか経済団体とかな、国のなんとかで、なんとか委員会で発言しましたよみたいな、そういう経験をお持ちの方、あるいは家族になんか、介護の方がいらっしゃったりとか、子育て世代ですよとか、でそれを、意見を政治に生かすみたいな形でお出になる方が多いですよね。ちなみになんですけど、この政治が志した時からやっぱ宮崎県知事だったんですか？宮崎県知事というよりも、ふるさと貢献というか、ふるさとに対してなんか地域貢献できないかなというバクッとしたイメージがあって。そうだったんですか。出身が宮崎だったので、宮崎だろうなぐらいの、でもそのところから漠然とこう思いはあったんですね。そうですね。2022年の宮崎県知事選裏話ということで、これは本当に去年のすごいやっぱり年末の大きな選挙でしたけれども、裏話って言ってもですね、これはでもやっぱりね、東国原さんも街頭でも本当にこれまでのさまざまな思い語ってらっしゃって、私も拝聴してたんですけども、やっぱり相当この間のその宮崎へのやっぱ思いっていうのが強まっていったんですね。そうですね、ですからもう、去年の前回、前々回がもうほとんど無投票に近いような無風の選挙だったもんですから、現職の河野さんが強くて、投票率も 33% と、いうことだったので、これで地方自治、地方の民主主義っていうのは大丈夫なのかなと思いまして、そしたら県内に住む友人知人、あれ先輩後輩ぐらいから、なんか宮崎元気がないよみたいなですね、なんか周りの自治体から取り残されている、ちょっとですね、そうですね、周りに比べてやっぱ数値的にいろんな数値が落ちている、九州の中でもっていうようなことを伺いまして、コロナもあったんですけども、
でなんとかちょっともう一回宮崎を盛り上げてくれないかみたいな、まあ、お言葉もあって、うんうんうん、それで自分も宮崎を、まあ、関東東京から見てて、うん、あるいは県外から見てて、うん、そうだよなと、宮崎は言ったら熊本鹿児島大分ですね、うん、まあ、九州で比べたら、うん、あるいはもう全国僕ずっと津々浦々行ってたもんですから、うん、それに比べて宮崎の発展度がですね、ちょっと鈍いなということだったので、それを問題意識として持ってました。この、まあ、これ私でも正直に申し上げてですね、実はこの東国原さんがこう出馬を表明された時に、うん、うちのチャンネルでもですね取り上げさせていただいたんです。でその時はですね、正直この、数字というか見立てとしてはかなり厳しいんじゃないかと。やっぱりその、こう現職も強いし、はい、結構その数字としては開いちゃうんじゃないかっていう予測が多かったんですよ、直前までも選挙ので、蓋を開けてみたらですね、まあ、本当にすごい得票をされたんで、これはやっぱり東国原さん選挙すごいなとみんな思ったんですけど、いやいや、はい、これご本人的にはこの票さっていう票得票っていうのはやっぱりなんか届かなかったって感じなんですか。大変ありがたい数字なんですけども、やっぱり自分とのイメージとしてはやっぱ勝つことをですね、イメージしてますから。なるほど、まあ、これよりですね投票率ですわ、56.69%、56.69%、僕が出た2007年って 64.52 だったかな。いやすごい数字です。そのね 60% っていうのが僕目標だったんですよ。でも 56% もすごくないですか。でも60取ってたら60いってたらたらればですけどね、たらればですけども、もうその可能性が高かったんじゃないかなと。いやでもすごいこれ、まあ、普通の候補者だったら例えば、まあ、自分がもし出ることを検討して例えば調査するじゃないですか、はい、まあ、全然もう開きがあってこれどうにもならんってなった時に、はい、まあ、諦める人多いと思うんですけど、はい、東小倉さんこれでもいけるなって思う、なんかその判断ってどこから来るんですか。根拠のない判断です。根拠のない自信なんですよ。ええ、最初の時去年の7月だったかな、ええ、自民党さんの調査だったと思いますけど、ええ、僕らにこの漏れ伝えてきたのが8対2、現職8、東国原2っていうような8対2とか7対3とかそういう数字が飛び込んでました、うんうんうん、で僕はあの調査しませんでした今回。あ、そうなんですか。はい、それするとビビると思ったんで、はい、でそれはしませんでした。ただ自民党さんとか各政党さんがやる、あの調査って結構正確なんですよ。はいはいはい、はい、いや私あの個人的に東国原さんいろんなところでコメントされてるのを拝聴してると、あ結構数字ちゃんと読んでる人なんだなと思ってたんですよ、うん、ごめんなさい勝手にですけども、はい、でもあえてしなかったんです。あえてしなかったんです。あえてしなかったんです。であの県内を回ってまして、辻田市等々で回ってて、県内の皆さん、県民の皆さんの空気感、目線、空気感、それでちょっと判断をしていました。あのもちろんですね、それはですね間違ってるんですよ。あの政治の科学としてはですね、政治学としてはやっぱりあのどの年代がよく、うんうんうん、あの言ってますよ、うんうん、前の参議院選挙では、前の衆議院選挙ではこういうような得票数がありますよ、うんうん、でどこの地区はどの政党が強いですよ、それで、この現職は今まで、これといってすごいっていうことはないんですけども、はい、まあ、無難って言いますか、はい、安定した県政運用してますよ、うん、それで地元ではやっぱり地元 の、 あの新聞とかテレビにはしょっちゅう出てますから、うん、特にコロナの時には、うん、はいはい、それで知名度も高いですよ、そうですよね、で安全運転もされてますよ、うん、これに対抗して宮崎をもっと盛り上げなきゃいけないという、この争点がものすごく薄い、うんうん、そうですね、はい、失点が少ないですよね。失点が少ない向こうはですね、はい、ですから争点っていうのは、うん、今までの現状いいぜいいですか、うん、それより宮崎はやっぱもうちょっと1段階、うん、2段階上行きますかっていう争点なんです。なるほど、これね争点しづらいんですよ、うん、争点を伝えづらいんですよ、うん、これも、うん、全部分かってました、うん、で県民の皆さんがなかなかね、うん、まあ、乗らないというかお尻に火がつかないというか、うん、非常にですね、県民性としては、うん、僕はどっちかというと慎重派というかおとなしい、はい、っていうかあんまり変化を望まない、はい、まあ、日本全国、まあ、地方に行けば、うん、そうなんですけども、うんうんうん、変化を望まないような、思考の方たちがいらっしゃる県民性で、うん、でそこで僕が出ていくっていうのは、うん、非常に相当な苦戦をするだろうなと、うん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 、相当大変だろうなと、はいはい、はい、いうことは覚悟した、うん、でもそれ以上にでも県民の皆さんに宮崎はこのままでいいんですかというのを、うん、やっぱり問題提起したかった、こっちの方が勝って。なるほど、はあ、はあ、そうなんですね。でまあそのおっしゃったように、はい、
8対2とか7対3のデータはありました、うん、で全国、県内を回って、うん、いろんなところでお話を聞きに行くんですね、うん、聞きに行くんですよ、うん、そこで自分の中のコンピューターが動くんです。おあ、そうなんですか。この地区はどれぐらいの支持があって、この地区はどれぐらいの、でこの地区は、反転攻勢できるかなとか、この地区はもう諦めかな、それって現場に行かれてそこのいろんなものを感じて、もちろんそこに住んでらっしゃる方、はいはいはい、そこの団体の方、はい、そこに、まあ、政治行政に精通されてる方々にいろんな話聞きます、うんうんうん、あ、そうなんですか。はあ、で、そこで反応でなんか戦略を変えたとか、そういうのってどういうふうにしたんですか。あの僕ね、一番あの批判が多かったのが、うん、1期4年で辞めた、うん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 、1期4年であの2期目出なかったんですよ、はいはい、で1期4年で、まあ、1期だから4年はやったんですけど、1期はやったんですけど、うんうん、もう途中で辞めた、うん、だと人気の途中で辞めたっていう誤解をしてる人がいると、途中で辞めたとか、はい、1期で宮崎を捨てた、あんなに期待してたのに、うん、あ2期目で出なかった、うん、まして口蹄疫が2010年にあって、その復活まで復旧までやらなきゃいけなかったのに、それを放棄したみたいな、非常にですね、強い批判があったんです、うんうんうん、でそれをどう払拭するかな、うんうん、完全には払拭できないけど、こういう理由があったんですよというのを誠意を持って県民の皆さんにお伝えしようと思ってそれを伝えていたんだが、うんうんうん、途中からいろんな方の話を聞くと、うん、もうその話はいいから、はい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 、一期でやめたというのはもう県民の皆さんはある程度納得したと、納得しない人たちはもう何言っても納得しないと、でそれよりも未来を語ってくれと、あ、そうだったんですか。いや実はあれ、私も東小倉さんの演説ずっと拝聴してて、前半戦はかなりその話が多かったなと思ったんですよ、一期でやめた理由ですね、はいはい、で後半戦は違ったん、メッセージを変えたな、変えられちゃった、変えっていうのをすごい私も感じてたんで、あ、それはやっぱり皆さんの声を踏まえて、もちろん踏まえてって言うと、僕の戦略もそうだったんです。あ、そうなんです。僕ね、半分半分にしようと思ったんです、一気でやめたっていう批判が本当、あの県内を回ってて相当強かった、うんうん、特に中高年の方たちに、はいはいはい、強かったので、これをできるだけご説明して納得していただくっていう作業を半分はやらなきゃいけないな、うん、なるほど。そしてその後の半分が僕の政策、未来志向の宮崎をこの後どうするのかと、地方間競争の中でどうやって勝たしていくのかっていう青図っていうか戦略図をお示しする、これ半分半分のウエイトだったんですけど、今考えるとやっぱり僕のその読みがちょっと誤ったのは、やっぱ3分の1にして、あとの3分の2を未来構図未来にするべきだったなっていうのが反省点です。あと1週間あれば、で皆さんおっしゃいますね。いや、そうですか。皆さんそうおっしゃっていただけま す, す、ね、東国原さんの、元奥様でございます加藤和子さんのサプライズ応援に感謝ということで、これ、これ 最終日ですよね。最終日です。24日、12月の24日土曜日ですね。なんとその今の奥様と元奥様がいらっしゃるということで、これ選挙の構図としては日本でも例を見ないのかなと思うんですけども、この時どんなお気持ちだったんですか。複雑ですよ。もう僕ね、24日最終日じゃないですか、戦艦乗ってるわけですよ、で戦艦でずっと回ってて、もうでも最終日選挙事務所も本体も、もうわちゃわちゃなんですよ、ただでさえわちゃわちゃなんで、はい、そうですよ ねなのに、はい、これね、僕戦艦で回ってて、お昼午前中に午前10時ぐらいに加藤和子が羽田で飛行機に乗ったと。え、あ、東国原さんがお願いしたんじゃないですか。じゃ、全然違うでしょ。え、違うんですか。全くしてません。え、来るとも何とも思ってませんでした。え、はい、もちろんだってお願いできますかそんなやついますか。元妻に。難しそうですよね。すみません、お願いします。今妻がいるのに、いるのに元妻に、はい、で午前10時か10時半ぐらいに羽田を出発したっていうのが、選対本部に届いたんですが、それが選挙カーには届いてないんです。ああ、なるほど。現場に出てらっしゃるから、現場に出てる、はいはい、助手席の、はい、コーディネーターの、まあ、僕同級生なんですけど、助手席に乗ってました、でドライバーさんがいます、はいはい、ウグイス嬢さんがいます、はい、もうそれぐらいじゃないですか、はい、で彼が全部本体とやってるんですが、彼は本体とやってると同時に
先導、はいはいはい、先導は正確に言うともう公職選挙法に、うん、どうのこうなんですけども、うん、道案内してくれる方たちと更新、うんうんうん、こっちの方が重要なんですよ、はい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 、選対本部よりそうですよね、はい、でそうするとその選対本部から来た情報がいい加減だったんです、うん、東京から、はい加藤時子さんが応援してる本当なんですよ面白すぎる本当ですかそれ携帯電話2つ、スマホ2つでアマチュア無線の無線でやるんですよ、はい、携帯が使えなかったら無線機をご存じだと思いますけど、はいはいはい、無線は絶対やるんです、あの授業はですね、で無線が一番メインなんです、それでこの一つはもう一つの、はいサブ選挙の携帯で本体のつながってるのがこれなんです、はい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 、これをもう彼はもうチラシ出しか見てない。なるほど、まあ、そうですよね、他の方がいいですからね、そうこっちの、ね、無線の方が重要なんですよ、うんうんうん、でその加藤僕はそれを聞いた時に僕はこういうスタンスなんですね、有名人にはこちらから2007年でもずっとそうなんですけど、こちらからお願いはしない、うんうんうん、はい、でご迷惑になるから、そうですよね、はい、で来るものは拒まない、うんうんうん、来るものは拒まないで加藤時子さんがいらっしゃるって聞いて、うんうん、僕はちょっとはてなはてなはてな、うん、でも加藤時子さん知らないわけでもないよなと、うん、でも政治行政に興味あるとも知っていました、うん、でなんか、じゃあアドリブで、うん、まあ、ボランティアで応援してくる、うんうん、ありがたいなと思ってたら、うん、午後1時2時ぐらいになってから、うん、すいません加藤時子さんじゃなくて加藤和子さんだそっちの方がびっくりですよ。それはそうですよね。どういうで、ってなって、僕は一番最初にする時に今の奥さん宮崎に住んでますから、はい、今の奥さんの立場でした。頭よぎったの、最初にやっぱりよぎったのは、はい、加藤和子さん、うん、来てくださるのはありがたいんですが、うん、じゃあ今の奥さんの立場気持ちはどうだろうな、うんうんうん、そしたら夕方4時ぐらいになって今の奥さんから僕に電話が入って、うん、これで、私は大丈夫ですよ、いやすごい、これで来てくださるんであれば、もう本当にありがたいですというメールかなをいただいて LINE いただいて、それで加藤さん夕方来られて、そしてそこに私が合流していくと、うわーすごいですね、それで後ろにまあだから今の奥さんそれで選挙を手伝ってくれた加藤和子との息子、はい、息子さん加藤守がいらっしゃいますけど、はい、守がいてそして加藤和子がいてこう3人を後ろにして私は聴衆に向かって教育問題を演説してるんですお前に言われたくないみんながお前に言われたくないみたいな雰囲気でしたね。いやー複雑でしたよ。面白いっすね、それ。面白くないですよ、そんな。いやもうやってる、走ってましたもん。僕あんまり噛まないんですけど選挙で、選挙演説で何回も噛みましたもう動揺してました。いやすごいなそれは、まあ、それがね、県民の皆さんにどう映ったかっていうのはちょっと分かりません。なんで元の奥さんが来るんだよ、今の奥さんの気持ちを考えろよという方もいらっしゃるだろうし、あ、前の奥さんが来るってことは、まあ、息子もね、選挙手伝ったりし、まあ、家族としてはきちっと円満なんだろうねと思った方もいらっしゃるだろうし、さまざまだったと思います。いやそうですか。はい、ちょっとだけ読ませていただきますけども、東国原知事が総裁要求ということで、2009年ですね、自民党が宮崎県の東国原秀夫知事、当時の知事に、出馬要請をしたところ、東国原さんが党総裁の一層条件に突きつけられたということですけども、これは事実は事実なんですよね。事実、はい、もう待って映像残ってますからねこれどう、当時やっぱどういう思いだったんですか。あのですね、僕が入りました知事職に、入りました、拝命を受けて入りました、議会がオール野党でした。あですよね、まあ、そうですよね。そうです、このタレント知事でそのまんま東、ね、言うたら武志軍なんじゃないですか、何ができるのかいなというような、でこいつをやっぱこう足引っ張ろうというような力はもう誰とは言いませんけどあるんですよ、あるんです、政治の世界っていうのは。んでやっていた、それでも我慢して自分の政策をで説得をしながら、で予算説明しながら議会で政策を通していくわけ、議案をですね通していくわけですが、それでもなんかこうやってギクシャキしてましてね、それでもう具体的には言いませんけども、もういろんなとこでこれ足引っ張られてるな、
抵抗されてるな、邪魔されてるなっていうのはもう肌感覚で分かるんです。でそうなった時にそれでも我慢して、まあ県の GDP 上げたり、PR したり、さまざまなものが有名になって、著名になって、全国から皆さんが注目されて、日本一だねと言ってみたいなことを言われるようになる。そうすると、それがまた何ですかね、嫉妬っていうんですかね。なるほど。政治の世界でも政治家の世界でも本当にあるんですよ。でそれででも支持率が上がっていくんですよ。 95% じゃなかったですか当時。そうですよね、とんでもない地元がですね 96% 96%、失礼しました。多分民主主義ではありえないですよね。やっぱ共産主義とか独裁主義じゃなきゃいけないと、そんな数字が出ないんだと、ヒットラーが92、キム・ジョンイルが94です。キム・ジョンイル96かよっていう、イギリスからギネスブックから載せませんかって来たくらい。載せなかったんですか。載せなかった。それはおかがわしいということで、それでだったんですよ。でそれでも頑張って歯を口まで頑張ってたら支持率がそんなに上がった、上がってきたら今度は自民党さん、まあ、党本部と県連があるんですけども、自民党がだんだん民主党にこうされてるぞという時代でした。そうですよね、まさに政権交代になるんじゃないかなって、自民党さんの風向きが悪かった。じゃあ今国家的に日本でもあるいは地域でも人気のある東国原にちょっとオファーを出そうじゃないかって言って、古賀先生がですね、古賀さんが3個の例って3回で来ていただいて、なんか自民党から出てくれないか。でもその時も多分次は自民党負けるだろうな、減圧するだろうなって数字ですよ。ご存知だと思います、ね、はい、当時ね、はい。でまあ、これ言葉は悪いですけど、藁をもつかむような気持ちで僕のところに来てくださった。でもそれ評価高いんだなと思ったんです。嬉しかったんですけども、今までずっとそのね、もう議会でも散々やられてってやられて、それでも歯を食いしばって頑張って支持率がたまたま上がったからと言って手のひらを返すように、福丸さん出てもらえませんかと。もう僕本当にあの知事としてね、はい、あのもう失格なんですけど、感情的になりました。ああそうだったんですか。申し訳ないです、本当感情的になりました。カチンときました。だから VTR 見てください、はい、相当怒ってますよ僕は。これまであんたたちは何してきたよ、俺をバーッと踏みつけて足引っ張ってきたじゃないか、ちょっと頑張って支持率が上がったらこの手のひら返しは何なんだ、それぐらい言うんだったら総裁にぐらいさせてくれよ、そんなような勢いでした。ああじゃあ本当その思いだったんですね。はい、ですからまあ、お断りする当然お断りするんですよ、はい、僕任期途中ですからとも言ってるんですけど、それオンエアになってたんですけど、お断りするためにはただお断りするんじゃなくて絶対できないこと、僕を総裁選に出させてくださいって、はい、あのなんか推薦人20人、で出て20人つけてください、総裁に私をする覚悟ありますかって言ってしまったんですよ。もう言った時には時遅し3分後には後悔してましたね。いやもうだって全地上波流してましたよね、もうね。その後やっぱ相当自民党さんとやりづらくなったんですか。そりゃやりづらかったですよ。あの頃ネットがそんなになくてよかったですよ、ネットがあったらまあそう袋叩きだったでしょうね。でも地上波でもすごかったんですよ。それで、はい、そうですよね。もう一部の方たちが、重鎮の方たちがですね、ふざけてんのかお前、くだらんとかですね、何考えてんだっていうコメントがバーッと出てました、ニュースに。でみんなその文脈を知らなくて、そのコメントだけがこう流れるから、いやだから、タレントとして、はい、昨日でしたっけ、ありました、タレントとして、あのなんか役立ったことありますか、そうなんです、あのね、発言を切り取られっていう、いうのは、タレントの時にも経験してるわけですよ、はいはいはい、で切り取られるっていうのはもう予測して喋らなきゃいけないんですよ、本当は。なるほど。でそれをずっとやってたんです、僕は、今までもですね、今までタレント時代からもずっとからもそうだし、2007年知事に入ってからも1年2年、切り取られる、どこを切り取られてもちゃんと釈明とか解説あるいは説明ができるように、あるいは切り取られないようにという、面白おかしく言うんだけども、切り取られてもいいような話し方をしてた、もうこれも天才だと思ったんです自分の中で、はい、だからその発言では失策がないんです、1年2年目は、ね、この2009年この
だから感情で喋ると良くないな、一回ちょっと噛み砕いて自分の中で脳の中でこの整理してから喋らなきゃいけないのに、こっから喋ったんですね。探しに行きます。探しに行くと同時に仕掛けてきます。いわゆるハニートラップです。あのその敵対する政党がやったとは言いませんよ。言いませんよ。はいはい、もう誰がやったか分かりません。分かりません。分かりませんが、はい、僕は心の中で申し訳ないですけど、やっぱ敵対する方たちが僕を引きずり下ろしたいという思っている方がそうしたんだろうなと僕は思っています。僕は勝手に思ってます。でそのハニートラップだとかスキャンダルだとか、でそういったところもありましたね。分かりやすい話では。ハニートラップはもう仕掛けられたら分かるんですよ。僕ねこれタレントで良かったというの。うん、そうなんですタレントでよかったね、まあ、一つのね、利点なんですけど、分かるんです確かに普通の人はハニートラップ仕掛けられないから知事になっていきなり来たら分かんないですよ、ね、分かんでしょ、分かんでしょ、だから国会議員もそうですけども女性関係で結構ハニートラップありますよ、あれハニートラップ、ああこれは僕は見てて、まあ、ハニートラップ評論家としてはハニートラップハニートラップに仕掛けられてるなこれはっていうのは、第三者から見て分かります。それ可能な範囲でどういうトラップなんですか、ハニートラップって。僕がされたんですか、はい、あのね、この方はどう考えても政治行政の人じゃないよなっていう方がいらっしゃるんですよ、はい、あれ政治関係者じゃないなとかいう方がいらっしゃるんですよ、はいはいはい、どう考えてもやっぱプロの方、プロっていう言い方いいのかな、方だなという方がやっぱいいよって来られるんですね、うん、へー、でいいよって来られて、例えばですよ、例えばですよ、もう簡単な話しますね、飲み会あるじゃないですか、はいはいはい、でその方がこう横に来る、うん、で写真を撮る、うん、ここだけ切り取れるんです、うわ簡単な話です、ね、大勢で飲んでるのに、はいとか、はい、もう電話番号、手紙、連絡してください、ここに来てください、私のマンションです、はい、うわ、独身、あの時独身ですよ、僕は離婚して県知事に行ったので独身ですよ、んでもうね普通の人だったら引っかかります、いやそうですよね、だって経験ないですもんね、経験ないでしょ、だからあモテてるのかなと思うわけです、やっぱ知事にもなったしみたいな、モテるわけがない、まあ、東国原さん、まあ、宮崎県知事としてのお仕事のされていますけれども、衆議院議員にもその後立候補、そうですね、2012年ですね、日本維新の会が大阪都構想を実現したいということだったので、大阪都構想って地方自治なんですよ、自治体、はいはいはい、でこれはもう全体的な国家構造を変えるっていう話だったので、これ面白いなと思って、お手伝いをしてくれっていうのを橋本さんたちに言われたので、仲間に入りました。その後確かあれ立ち上がれ日本でしたっけ、そうです、のやっぱ合流した時に維新と元の維新とのその政策とだいぶ、はい、ぶれてるんで、はい、まあ、ちょっとご一緒できないよということで辞職もされて、そうです、そうです、というところですけれども、実際これ、まあ、2つお仕事してみて、うん、なんかどっちが楽しかったとかどっちがやりがいを感じたとか、いや僕は地方自治をもう1998年、2000年に大学行き始めた頃から地方自治を勉強したので、やっぱり知事の方が僕には合ってたのかなという感じがします。あ、そうですか。ただなんか承服しますけども、衆議院議員というのは、うん、都構想を実現するということ、うんうんうん、政令指定都市の問題点というのは非常にあってですね、はい、20からの政令指定都市あるんですけども、うんうん、それと都道府県の役割分担というかものすごくなんか重複してて、二重行政、三重行政とか二元行政になってたんですよ、うん、でそれが大阪がもう本当に典型的なので、でね、大阪府と、不幸せって言われて大阪府と大阪市がですね、でこれを是正できるための大阪都構想って面白いなと、うんうん、これは、全部の地方自治の、つまり政令指定都市の都道府県の関係に影響してくるよなと思ったので、うん、なるほど、だから国会議員になりたかったんじゃないですよ、うんうん、大阪都構想を実現したかった、はいはい、そのためになんか微力ながらお手伝いできませんかってこと、まあ、まさにその国の仕組みから変えていかなきゃいけなかったってことですね、だから衆議院議員っていうのは大阪都構想をやるために、今あの時の大阪維新の会と日本維新の会は、なぜ国政政党にやらなきゃいけなかったかというと、大阪都構想を実現するために国の法律を変えなきゃいけないので、うん、こっちはこっちで国会議員としてやってくれよと、うんうん、でもあの時にご存知だと思いますけど、うん、大阪の地方議員と国会議員って対等、もしくは大阪地方議員の方が上ですからね、うん、対等もしくはちょっと上、うん、はい、だからまあそしてまた、党の本部が大阪にありましたから、だから国政政党としては本当に経営が
今までの前例のないやり方でしたね。うん、だからそういった意味で面白かった。なるほど。あ、この実際にこうご経験されてみて、やっぱ求められる例えば物力とかスキルって違うなと思います。あ、違いますね。やっぱあの衆議院議員っていうのはやっぱ旬なんですわ、政党政治なので、まあ、基本的な政党政治なので、まあ、政党で多数派を形成しないと、まあ、内閣も組閣できないしっていうことですね。ですからやっぱ集団だなという感じがします。あ、だ一方で知事はやっぱりこう、はい、個人で決定していくと、はい、そうですね。やっぱよく国会議員の方から県知事さんになるとか結構いると思うんですけど、その気持ちは結構わかりますか？わかります。で、集団でやる政治っていうのが向いている方たちもいらっしゃるし、そこに限界を感じていらっしゃる方もいらっしゃると思います。そうですね。ですから、まあ、地元の、まあ、国会議員をやってる、国会議員をやっているその地元の貢献をするためには、あ、ちょっと国会でこう、なんか決定意思決定のプロセスがこんなに時間かかるのに、県だったらすぐ意思決定できるよなっていうようなところでやりがいを感じていらっしゃる方も少なからいらっしゃるんじゃないかなと。やっぱりどうしても国会議員の一人だと、まあ、722分の1ですので、どんな影響力があってもなかなかそれだけでこう政策を大きく変えることはできない。おっしゃる通りですね。ですから衆議あの国会議員をやるためにはやっぱ、今の制度がいいか悪いか別にして、やっぱ、何期当選、当選回数を重ねていかないと、なかなか発言権もないよなという、意思決定権はないよなという。なるほど。出ないですよ。出ない。確かに。え、もう出ないんですか、政治家は。出ないですか。で、都知事、まあ、一極集中の是正というのは、はい、今政府もやっと本腰を入れています、うんうん、地方創生からずっとやってたんですよ、うんうん、やってたんですよ、うんうん、全然あの効き目がなかったんですけど、そろそろやるでしょうね。というのが、東京都もあと5年で人口減に入っていくんですよ。そうですね。で、そうすると、はい、あの高齢者 の高齢化率が高くなってくる、はい、これはもうね、はい、地方に分散化するしかない。で、僕はもうその時から宮崎に高齢者を、うんまあ、CCRC っていうんですけども、はい、あの元気なうちからちょっと移住してもらって、うんうん、そちらの方で安い物価で、うん、そして医療、提供体制をしっかりして、うん、そちらの方でいい空気、いい食事のところで、いい環境で育って、あの寄せよって言ったら失礼か、うんうんうん、あの老後を暮らしていただきたいという方に持っていく。なるほど。多分もうその方向で今後10年続いていきます。ですから東京都は人口減になっていきます。